はい、2015のリーフのトリニティフットボール、こちらワンボックスパーソナルブレイクいただきました。ありがとうございます。じゃあワンボックス開けていきますね。はい、サインカードは5枚です。はい、あ、いきなり一番上、ジャブリアス・アレンオートパッチです。で、これ25枚限定の2番ですね。ドラフトされてるかな、調べてくださいジャブリアス・アレン、ランニングバックかな、37番ランニングバックポイス、スキルポジション。さらに2枚目、ジェレミー・ラングフォード、ピュアの音です。これはシリアルはないですね。で、3枚目、デバンテ・パーカー。まあこれいいんじゃないですか。はい、ちょっと字はあれですけどね、頑張って書いてますなんて書いてるのねで、サイン4枚目は、ブレッド・ハンドリー。確か、ノンドラフトかなんかでどっか行ってると思います。はい。で、最後、オートパッチ。オートパッチ2枚でしたね。ショーン・マニオン。これ、確かラムズ。ラムズの QB。ニコ・ホールズはさすがでしたね、プレシーズンね。まあ、怪我すれば。ただ、ニコールズ結構やると思うんで、まあ来年以降ですかね。はい。オートパッチです。13,600 ヤード投げてるんで、結構ガシガシ投げるタイプですね。はい。こういう感じです。ワンボックス。オートパッチに書き込み1、ピュアオート2でした。はい。OK です。じゃあ、トリニティワンボックスありがとうございます。